ロンドン同時爆破事件、ロンドン同時爆破事件、ロンドン同時爆破事件、7 July2005 ロンドンボミングスは、2005年7月7日、現地時間午前8時50分頃、サマータイム期間中、アトックプラス1イギリスの首都ロンドンにおいて、地下鉄の3カ所がほぼ同時に、その約1時間後に、バスが爆破され、56人が死亡したテロ事件である。日本国内のメディアでは、 この事件を、ロンドン同時爆破テロ、ロンドン同時多発テロ、ロンドン同時テロという名称で報じている。7月7日午前8時50分ごろ、ロンドン地下鉄トンネル内の3カ所で、ほぼ同時に地下鉄の車両が爆発した。最初の爆発から3個目の爆発まで、わずか約50秒足らずであった。同日午前9時47分ごろ、現地時間。 大英博物館のあるラッセル広場近くのタビストックスクエアを走行中のダブルデッカーバス2階建てバスデニストライデント2型1台が爆発し屋根を含めて2階部分が完全に吹き飛んだロンドン同時爆破事件で爆破された3台のバスのうち2台はロンドンのシンボルともいえるデニストライデント2型で他の1台も含めてすべてステージコーチロンドンステージ国ランドン社の所有だった 最初に爆破されたバスは、エンバイロ400の車体を利用して修復され、ロンドン市民家からは、ロンドンのスピリット、スピリット・オブ・ロンドンという名前で呼ばれている。このテロ攻撃によって56名が死亡した。ただし、その中に実行犯4名が含まれている。地下鉄車両は完全に破壊され、施設にも被害を受けた。ラッセル・スクエア駅近くの現場では、 地下鉄トンネルの崩落など二次災害の危険が語られたがトンネル崩落は起こらなかった。イギリス捜査当局はテロリストによるテロと発表した。発生当時は起爆装置を爆発させた次元式の爆発物によるテロと発表していたが後日自爆テロと修正した。実行犯は4名で改札の監視カメラによって 揃いのバックパックを背負っている4人の青年が撮影された。4名は郊外のリーズからロンドンまで列車でやってきた。実行犯のうち2人は小さな子供がいる上に妻が妊娠中で、うち1人は予定日が1週間後に迫っていた。また、後に妻の1人であるサマンサルースウェイトはソマリアやケニアなどで発生した武力攻撃に関与した疑いがかけられている。 ロンドン警視庁、スコットランドヤードは事件の企画者として33歳のエジプト人男性を逮捕した。この男性は実行犯と同じリーズにある大学で生科学を学んでいて、アメリカへの留学経験もあり、事件に1週間前からエジプトに帰国していた。また、彼は日に5回の祈りを欠かさない経験なムスリムであった。逮捕当初からエジプト政府が彼の関与を否定。 捜査によって無実であることが明らかとなった。彼の他にも、リーズを中心に、多数のムスリムの若者が逮捕されたが、ほとんど無実あるいは証拠不十分で起訴されなかった。2007年3月22日、ロンドン警視庁は、このテロに関与した、反テロ法違反の容疑で、男性3人を逮捕したと発表した。警察は22日の午後1時ごろ 30歳と23歳の男をマンチェスター空港からカラチ、パキスタンに行き飛行機に搭乗しようとしたところ逮捕した。ついで午後4時頃、26歳の男をチューブリーズの自宅で逮捕した。また同時に彼らの家などが家宅捜索された。犯行後、アラブ首長国連邦の衛星テレビやインターネット上に欧州の聖戦アルカイダ組織を名乗る。 犯行声明が寄せられた。声明には、アラブイスラム諸国は、アフガニスタンやイラクで虐殺に加担している、イギリス政府に対して立ち上がる時であるという呼びかけがあり、また、デンマーク政府やイタリア政府など、アフガニスタンイラクに軍隊を派遣している、各国政府に対して撤退しなければ同じ目に会うという警告があった。その後、その掲示板に関与を否定する書き込みが、 相次いだこと、この組織に活動実態がないこと、カナダの大停電など、無関係なものに発せられる傾向があるため、信憑性が乏しいと考えられた。作者不明の犯行声明ではあったが、その報道により、イギリス国内で、在英ムスリムやアラブ系住民に対する嫌がらせが、発生した。英国協議会の公式サイトには3万件もの、脅迫まがいメールが送り付けられ、 ニュージーランドでは、モスクの窓が破壊された。2005年8月13日、ザインディペンデント市の報道では、警察と MI5 の情報元を引用し、7月7日の爆発犯たちは、海外にいるアルカアイラ首謀者の計画に沿って、独自に行動を起こしたとされている。2005年9月1日、アルジャジーラに送付したビデオによって、自殺した者の肉声とともに、 アルカアイラは公式にテロへの関与を認めた。テープの書き下ろし内容は、ウィカソースで参照できる。ロンドン市内では警察によって、事件翌朝に無用な外出は控えるよう市民に呼びかけたが、すぐに、いつも通りの生活に戻ろうという呼びかけが行われた。一時的に徒歩や自転車、タクシーなどの通勤利用が増えたが、地下鉄の運行再開と共に回帰した。 ロンドン市長も地下鉄で通勤した。一方、地下鉄構内では、訓練を受けた数十匹の犬による爆発物の探知が行われ始めた。イギリスでは7月6日からグレーンー・イーグルズサミットが開催されており、テロはこれに合わせて行われたと考えられる。事件発生を受けたトニー・ブレアン A 首相をはじめとする G8 首脳は、日本時間7日午後8時から緊急記者会見。 直後に、ブレア首相はサミットを中座して一時ロンドンへ戻り、そしてテロに同時ないとの声明を発表した。3日間開催されたサミットの主要議題は、議長国であるイギリスが事前に定めたアフリカ支援、気候変動であったが、このテロのためにアメリカが積極的に推し進めるテロとの戦いこそ世界の最重要課題となった。また事件は、 2012年のロンドンオリンピック開催が決定した翌日でもあったが、これは偶然だと思われる。イギリス国内の警察もテロ警戒に対し過剰、反応し、2005年7月23日に警察官が地下鉄車内でブラジル人男性を射殺する事件が発生した。警察は当初、地下鉄駅構内で男性が不審な動きをしていたため、呼び止めたところ、 走って改札を飛び越え、地下鉄へ逃げるように飛び乗った。追いかけて確保しようとしたところ、抵抗したために自爆するのではと危険を感じて発砲したという旨の発表をした。しかし、この男性はただの配管口で爆弾などは持っておらず、テロリストとは全く関係なかったことが判明し、ロンドン警視庁は世界中から非難され、イギリス政府が 遺族やブラジル政府に対し謝罪するに至った。それどころか、駅構内の監視カメラでは、男性は警官に呼び止められず、改札は普通に通り抜けた上、横のフリーペーパーまで手に取っている。地下鉄にも、若干小走りに乗り込んだ程度で、逃げるようには見えなかったという証言もある。また、警官、私服だったというは、数人で座席に腰掛けていた男性を取り囲み、 至近距離から何発もの銃弾を撃ち込んだ、もし爆発物を不法所持している人物に自爆の恐れが高い場合は、問答無用に銃弾を持って制圧しなければならない。と証言され、5人どころか行き過ぎであったことが明らかとなり、警視庁の説明がデタラメであったことが後に判明した。誤射した警官らは逮捕されたが、イギリスのマスコミは11月27日、男性を射殺した。 警官二人が不基礎になる見通しであり、ロンドン警視庁や政府高官が確認したと報道した。12月9日に独立調査委員会のハードウィック委員長は事件の報告書を検察当局に送付することになるだろうと述べ、関与した警察官が刑事訴追される可能性のあることを明らかにした。検察当局が報告を受けて起訴するかどうかを判断する。 2006年7月23日、殺害から1年が経過し、ストックウェル駅前で追悼集会が開かれた。イギリス検察庁は2006年7月17日、ロンドン警視庁の組織としての責任を問うとしながらも、射殺した警官やブレア警視総監の訴追を退けた。遺族や支援者は検察庁の判断を非難し、ブレア警視総監を含む責任者の処罰、 事件の真相究明、ロンドンテロ事件後警察が採用したテロ容疑者即時殺害方針の撤回などを求めている。このテロにはブレア首相への弾劾に影響したと見る向きもある。6月26日に A 市でブッシュ・ブレア両氏がイラク戦争に監視情報操作を行ったと報道し、ブレア首相弾劾派に弾みがついていた。7月4日にはブッシュ大統領が ブレア首相はサミットで、イラク戦争支持の見返りを期待しないように、ブレア首相は私同様、平和維持と対テロ戦争勝利にとって、最良と思う方法を取ることを決定したと語って、対米従属型の共同補調を強調しており、弾劾派は一層反ブレアの機運を高めていた。ところが、このテロによって、米国の対テロ戦争の重要性が国民に印象づけられ、 弾劾派は勢いを失いそうになった。だが、ロンドン警視庁の捜査ミスや工作が相次いで発覚し、ブレア内閣への求心力は高まらなかった。7月21日午後10時頃にも、再び鉄道の駅3カ所とバスで爆発があったが、大きな被害はなかった。しかし、この事件はリュックが残るほど被害が少ないこと、顔を隠していないアラブの風貌の人物によって、 公衆の面前で地下鉄の列車内にリュックを投げ込まれたことから、床違反、模倣犯か七日の事件をリュック姿の4人の若者の犯行と印象づけるため事件であったと考えられている。この事件の容疑者として6名が逮捕、起訴された。この事件は実際に爆発は起こっておらず、未遂に終わっているが、後の調べによりバックパックに入っていた。 化学物質の量などから7月7日の爆弾よりも、より強力なものを作成しようとしたとが分かっている。未遂に終わったのは、爆弾の作成者が、それぞれの化学物質の計算を間違え、量が正確ではなかったことが挙げられる。また、実行当時の気温が高かったために、量が正確であったとしても、化学反応は起こらなかっただろうと見られている。2007年7月11日、現在、 イスラム系団体は一斉に犯罪行為として非難している。2011年7月25日に犯人に対し禁錮21年が言い渡されたが、被害者などからは軽すぎるとして批判が強まっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。